ものがで、この時点で、青いもの、傷がついたもの、割れたものっていうのをここで跳ねて処理ができます。割れた、はい、もうこれはこの、あ、すみません、はい、この段階でもう手でのけるってことなんですか。手でのけることになります。あと、こっちの箱詰めの段階でも処理ができますけども、はい、で、ここは落ちたときに必ずこれ一列になって正しい位置で落ちないといけないので、整列する線をしっかりこのロボットがやってくれるんですね。はい、で、今いるそのこれを今、磨き量が、この時間数で送られてきますから、こいつを送り量を少なくすれば、しっかり磨くことができます。桁が取れる。で、これ、引っ張って桁が取れないやつは取れません。で、これがピットを引っ張って取れるやつは取れてしまいます。こんな状態。そしたらここに送られてくる量が少ないので滞留する時間が長いのでしっかり磨くことができます。はい、でトマトがこういうふうに揺れてなおかつこう回転してるんですね。はい、でほぼ四角形で全周磨くことができます。で CD はこの部分が磨けない。下手で隠してしまいますので、はい、下手がなければ磨くことができます。大体そうですね。今は大体お話